マシューベラミミューズは、イギリスのロックバンド。1994年に、デボン州ティンマスで結成。グラミー賞のノミネート3回、全世界でのセールスは1500万枚以上を数える。1990年代初頭、イングランド南西部の、音楽以外に楽しめるものが何もなかったという、田舎町、ティンマスで結成される。メンバーは、マシューベラミー。 クリス・ウォルステンホルム、ドミニク・ハワードの3人。それまで彼らは同じ学校に通いながら別々に活動していたが、ドミニクのバンドにマッシューがギタリストとして加入し、後にクリスが参加した。結成当初はゴシック・プレイグと名乗り、現在とは大きく異なるファンク系のロックをやっていたという。その後、ゴシック、グラム的要素を含んだ音楽性に変更し、 1994年にロケットベビードールズと改名。地元のバンドコンテストで優勝したことがきっかけでプロを目指すことを決意。同時にティンマスを離れ、バンド名もミューズに改めた。以後、数年はロンドンやマンチェスターでライブ活動を行う。1998年、マネジメント企業に誘われていったニューヨークとロサンゼルスでの 小さなギグが契機となり、大手のレーベルと契約。2枚の EP を出した後、1999年に、ジョン・レッキーのプロデュースで、デビューアルバム、ショービズを制作。作風の類似性からレッキーが過去に手掛けた、レディオヘッドと比較される一方で、全英アルバムチャートで29位を記録。NME アワーズの新人賞を受賞した。2000年秋から、 新しいアルバムのレコーディングに着手したミューズは、シンセサイザーを積極的に取り入れる一方、ベースにエフェクトをかけて、音を太くし、多重録音でギターを重ね合わせることで、独特の音楽性を確立。2001年に発表された、セカンドアルバム、オリジン・オブ・シンメトリーは、好評をもって受け入れられ、全英チャート3位を記録。 続く2003年のアブソリューションでは、前作のスタイルを踏襲し、過剰なまでの合音ギターのアンサンブルと切なく鋭い、ボーカルをより押し進めたサウンドを展開。エピックロックと形容された。発売初週の売り上げは、前作の倍を記録し、前衛発登場1位。イギリスを含むヨーロッパ全土で100万枚を売り上げ、初めてチャートインしたアメリカでもゴールドを獲得。 全世界トータル売り上げは300万枚を超える大ヒットとなった。また、ブリッドアワードでは、最優秀アルバム、最優秀、ロックアクトなど4部門にノミネートされるなど、音楽賞でも話題をさらった。翌2004年には、欧州最大のフェス、グラストンベリーフェスティバルの大鳥を、ポール・マッカートニーやオアシスと共に務める。マシューが、これまでで、 最高の瞬間だったと語るライブは大成功に終わり、後に映像作品としてリリースされたが、その陰では同日のライブを見に来たトミニクの父親が心臓発作で亡くなるという悲劇も起きていた。同年には世界ツアーを展開し、夏にはクリスが手首を故障した際も急遽4人目のメンバーを入れて乗り切った。 ライブバンドとしての評価も高まり、2005年には、ブリッドアワードと NME アワードで最優秀ライブバンドに選ばれた。レディングリーズフェスティバル2006年には、フォースアルバム、ブラックホールズレバレーションズを発表。先行シングルのスーパーマッシブブラックホールはダンス色を帯び、イラク戦争など、初めて政治的なテーマにも触れるなど、メンバー自らが、 過去の作品に比べて異色と語る幅広い内容に仕上がった。初登場前英一位を記録。同年、レディングリーズフェスティバルにヘッドライナーとして出演し、メタリカ、レディオヘッド、コールドプレイラーを抑えて、UK フェスティバルアワード最優秀、ヘッドラインアクトを受賞。また、サマーソニックにも6年ぶりに参加した。2007年には、 二年連続でブリッドアワードの最優秀ライブバンドを受賞。6月には回収されたばかりのロンドンのウェンブリースタジアムにてライブを行い、チケットは即完売、二日間で約16万人を動員した。このライブの模様は翌年にライブアルバムハープとしてリリースされた。同年にはヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアを回り、 マディソンスクエアガーデンで公演を行ったほかフジロックフェスティバルにも出演した。2008年は一転して、ライブ活動を控え、ティーンエイジキャンサートラストや、V フェスティバルへの散発的な出演を行う一方、イタリアのコモコ付近のスタジオにて新作の制作に着手。同時期のインタビューでは、オーケストラを取り入れた長尺のスペースロックに取り組んでいることが明かされた。 2009年9月、フィフスアルバム、ザ・レジスタンスを発表。初のセルフプロデュースとなった同作は、クイーン等の1970年代ロックを思わせる曲、シンセポップ風のアレンジ、中近東風の旋律、オーケストラを主体にした組曲など、様々な要素を取り込んだ意欲作となった。同月には、故郷、ティンマスで、 外線公演を行い2日間で3万人を動員し、10月にはイギリス、旧市の選ぶ、ベストライブアクトインザワールドトゥデイに選ばれた。2010年には、ザ・レジスタンスの発売に伴う、日本武道館公演を含む日本でのアリーナツアーを開催。また、アメリカのコーチェラフェスティバル、ドイツのロック・エ m エムリング、ロックアイムパーク、40周年を迎えた。 イギリスのグラストンベリーフェスティバル、スコットランドのティー・イン・ザ・パーク、日本のフジロックフェスティバルなど世界各地の大規模なフェスティバルにてヘッドライナーとして出演。さらに、約3年ぶりのウェンブリー・スタジアム2日間公演に、加え、スイス、イタリア、フランス、スペインでのスタジアム公演も行った。2012年には、新曲のサバイバルが、 ロンドン五輪公式ソングに選ばれ、メンバーも聖火リレーに参加。同年10月には6作目となるアルバム、ザ・セカンド・ロー・ネツ・リキガク第二法則を発売。タイトルにもある、熱力学第二法則に触発された同作は、4作連続となる全英一位を記録。同年10月には、日本のお笑い芸人、鉄拳が、YouTube 上で公開していたパラパラ漫画、 フリコー、エクソジェネシス、公共曲第3部のオフィシャルビデオに採用した。2012年、映画、007スカイフォールの主題歌候補として、ゴールデンアイを歌うが、最終選考で、アデルに敗れた。2013年4月に公開された、パニックステーションのミュージックビデオは、全編日本で撮影され、メンバー自身が、アイディア、撮影、プロデュース、 編集まで全て監修したものとなっている。2015年6月、7作目のアルバム、ドローンズを発売。ロバート・ジョン・マット・ラングとの共同プロデュースで、制作され、5作連続、2週連続全英1位及び、初の全米1位を記録。今作についてベラミーは、このアルバムは僕らのベストアルバムだとコメントしている。7月には訪日し、 フジロックフェスティバルの2日目にヘッドライナーとして出演し、ミュージックステーションにも出演した。ありがとうございます。